よーんって書いただけで、あんまりそのユニットのためだけって感じではなかったかも。手間でもしたらそうですね、手間でもって全制覇です。まさかの今日でもリトチャームの2人とパジャドラすることになるとは思わず、びっくり。チャットに送ってくれる動画っておとなしだよね。食べてるのは、あ、じゃあメロンパンおとなしだった。とりあえず今日送ったクリームソーダのやつはおとなしです。あと一番最初のやつもおとなしい。メロンパンはおとありにしてる。フランさんお疲れありがとうございます。動画の中に例えばその他の人の声だったりとか、あとこう、あ、まあ別にそのどこどこに食べに行ってきましたとかで、そこの例えばこう、まあメロンパンで言うとその電車の中だったか、その電車の地名とか言ってるの、まあまだその今リアルタイムに載せたわけじゃなかったから、それは OK なんですけど、なんていうの、その例えばこう、そう、さっき言ったみたいに他の人の声とか、そのお店でかかってる BGM、 HKT 以外の曲だったり、そういうのがあるとちょっと載せられないというか、それ禁止なので、一応消しました。メロンパンガタ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 ンぐらいしか言ってなかったから音ありにしました。確かだからそういうのが入ってたらちょっと切るようにしてる音。今日のだからメロンじゃない、クリームソーダも一応人が周りにいたので、そう、ひなに何撮ってんのって言うと、これチャットに送るんだよって、栗なめしってハッシュタグつけて送ってるんだよって言った。ひなも撮るって言ってた。だからひなちゃんのファンの皆様、ひなからなんかパスタかケーキかなんか飲んでるやつが送られてくるかもしれないです、チャットで。よかったね。私のおかげです。はい、大いに喜んでください。来たら私のおかげです。メッセージ動画欲しくて、順次の皆ちゃんのやつが一番いい。まあ私ぐらいでしょうね、自分が飯食べてる動画送るのは。 これがいつまで続くか分かんないですけど、普通にね、なんかあのぐらいの動画なら別に一人でご飯屋さん行ってる時撮れるかなと思ったし、っていう感じでやらせていただいております。動画は、まあ気になる方はチャットを撮ってみれば分かります。だからスタバしか来てなかった、漏れてなかったのかな。そう、でもスタバの写真も私が撮りました、多分。まあ私が始めたんで、コスパ良きチャット、そうよ、私のチャットが一番コスパいいよ絶対。じゃあこの安室さんのサンドイッチもどきを食べます。いただきます。全然具にたどり着かない。パンとサンド、あれだよ、レタス入れたんだよ。おい、いや味噌とマヨネーズのソースあちょっと味わえる、おいしい。味噌とさ、マヨネーズのソースなんて絶対美味しいやん、そもそも。うん、うん、プレゼント送った、ありがとう。あれかな、シャワーヘッドかな、これまで言ってた。かつてシャワーヘッドを送られてきたメンバーはいるのだろうか。うまっ。そう、コナン君の中に出てくる安室さんです。ストーリー載せてるから見てみて、あの焼き色だけ見れるから、まあここでも見れるんだけどね。今日髪の毛綺麗、いつも綺麗よ髪の毛は。むしろ多分今日髪の毛あんま良くないよ、昨日髪びちょびちょのまま寝落ちしちゃったもん。
起きた時ちょっと湿ってた、やばいと思って急いで乾かした。まあ、言うて寝る時間そんな長くなかったから大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、さっき一緒にマック買ってきて食べてるがさ、マグロ買ってきて食べてると思ってめっちゃいいじゃんとか思ったらマックだった。マックもめっちゃいいじゃん。メロンオブメロンフラペチーノ美味しいの。メロンフラペチーノ、ウッチーさんかわいらってございます。今日やっといちご飲めたんだけど、やっぱ高いスタバって美味しいけど、めちゃくちゃ美味しいんだけどね。このマヨミソのソース美味しいな。サッサの番組に天神ホルモン紹介させて、あ、待って、天ホルか天神ホルモンかなんかのさ、なんかツイートしてたでしょ。私見たよ。私もツイッターで天神ホルモンか天ホルかどっちか忘れたけど、天神ホルモンかな、トレンド入ってたから見たの。見て最新ツイートそこ遡ってたら知ってるファンの人の名前のアカウントがあった。これ絶対知ってるファンの人だとか思って見つかったよ。ひょんなことから見つけてしまいました。テンホル美味しい、マジで。ビストロじゃなくて普通のテンホル、今日多分お店で紹介されてたテンホルの方私たまに行くんですけど、めっちゃ美味しい。でも服にめっちゃ匂いですか、気をつけて。確かにいつも並んでるよね。天神で一人ランチするの、え、全然私シンシンとか行くよ、パルコの。かもしくはどこだろうな、あ、普通にピエトロとかも行くかも。めちゃくちゃ食いんだけど、口に。今日のご飯はこれです。やばい、ハムが出てきそう。ダメだよ、出てきちゃう。鈴木さん、カーネーションありがとう。新生さん、200回目もありがとうございます。金虎はね、あんまりめっちゃ頻繁にかけてない。結構量が多いから食べれないんだよね、お腹空いてても。私、味噌マヨ1対1で作ったけど、多分安室さんの映像見る感じ1対1じゃなさそう。なに朝食、どう見ても朝食ではなさそうじゃない。待って、ホットサンド食ってんだぜ。ペートロンで絶望パスタ美味しかった、あの辛いやつ。
わ、それ食べようか迷ったやつだ、前行った時。味噌は赤広どっち、合わせを使いました今回は。うちに合わせしかなかったので。うんうん、多分これを食べ終わった瞬間尋常じゃない眠気に襲われるんだろうな私は。公園来すぎた顔見知りのメンバーを増えないと見送りでゆっくり話しながら、うわ、いないより新しい女を選んでるってことだね、じゃあ。だってその子たちを無視して私と話せばいいものを。その子たちと話すってことは、新たな女を選んでるってことですね。今夜ゆっくり寝られると思う。ある程度は、まあ、明日ここ点ですけど。よっちゃんのパチドラメンバーのセンターで挨拶してるのに、そう真ん中行きなよって言ってくれたからありがたく真ん中に行かせてもらいました。今日初めて日本でポンデリング食べました。うん、美味しいよね、わかるわかるポンデリングって美味しいよね。まあそうね、とりあえず乗り切った感じですね。うちの声推しの子書いた、オッケー、楽しみにしてる。ほぼミスしてないよな。なんか逆に集中すぎてミスしてないかも今日。でも本当にマジで顔が笑ってるはずなのに全然笑えないの。マジ本当あれみたい、リセット公演の案内に出始めたぐらいの私みたいな顔してた、ずっと。なるさん、100回目の方もありがとうございます。明日久しぶりにみやびも、そうだね、明日久しぶりですね、みやびが。出てきた。さみゆでたの取ってきた、えらい。唐揚げくん、マジさ、唐揚げくん、ま、どう来てもカバオくんにしか聞こえなくて、え、カバオくんみたいな、でもそんなわけないよねとか思って、めっちゃ思ってたら、唐揚げくん、まあ間違ってないっていうね。ちゃんちゃこちゃん、くま、ありがとう。DJY さん、ハート100個ありがとうございます。今日の声、ゆいなちゃんとの絡み多くて親子のように微笑みじゃないそう、ゆいなとちょこちょこペアがありました。でもなんか
日小学生全員いたもんね。最後の一口。うん。あ、タミヤさん疲れるよってこれ。もうゆいの身長伸びてた。何センチまで行きたいって聞いたの。55は、155は欲しいって言ってた。あ、そうか、小学生は言うな、確か、一応。みんなち意外と背が高い。私157ですよ。逆に私みんなに意外とちっちゃいねって言われる。でも今日個人的になんかおもろかったのは、おもろかったっていうか、なんかおおって思ったのは、あの大切なものを失った 2 years later のラスサビで1列になって、本当一番ラスト、一番ラストで1列の大切なものを失ったのとこあるんですよ。そこをパッて横見たら、多分小学生っていうか、あのちっちゃい子4人組なんかいっぱい周りに、あ、やばいやばいやばいみたいな、すごいなんか一人だけ大人みたいになっちゃった。なんか何でありますか。今日これ飲んでる。クリになって、これ劇場の冷蔵庫入れてたからクリになって書いてるの。持って帰ってきた、全然飲まなかった。オロナミン C 飲んでる。私オロナミン C を飲むと元気になります。うん、ミャンベン電車がピンクで探すの大変。ピンクあんまりないもんね、私。姉ちゃんって身長高いもんじゃん。そうなの。レスカ、そう、レモンスカッシュレスカっていうらしいね。こうなんか飲んでる時にさ、このゴンって音鳴るの、これ何なの。空気が入ってくるから変な感じになっちゃうのかな。あ、そうね、今日2回公演あったメンバー大変だったね。目撃者だったから聖とかも死にかけてましたもん。ミンミンダハミンミンダハ、なんか聞いたことある。コンビニとかにあるやつでしょ。今日 MC そんな面白いこと言ったっけ私。リポビタンとオロナミン C、 やだな、オロナミン C が好き。オロチュー、通称オロチュー、オロナミン C 中毒なので私は。オロナミン C 飲めばもう大丈夫。清さん100回目の訪問ありがとう。目撃者ってほしいな。まあ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 、いつか機会がありましたらはい。そう、今日コンビニでこんなものを見つけました。じゃじゃん、ちいかわコレクションカードグミ3。私の推しはこの写真の中にはいませんが、モモンガというキャラクターが好きです。1枚トレーグミ、あ、まあ臭いグミか。コレクションカードが1枚この中入ってて、全30種らしいです。そうで、この中から私の推しメンのモモンガを出したいと思います。ということで
スマホにモモンガつけてる。あのね、ちいかわ水族館っていうのが、なんか水族館、全国の何個かの水族館とちいかわがコラボして、ちいかわ水族館っていうのをやってるらしいんです、4月に。で、私まあそれは行かなかったんですけど、そのちいかわ水族館のとコラボしたそのガチャガチャがあって、モモンガがカメの、ウミガメかなんかの上に乗ってるキーホルダー、めっちゃ可愛くて、それが今日あるっての知って、でね、展示にあるらしいんですよ、そのガチャガチャが。あの調べたところによると、今まだあるかわかんないけど、そう、それを明日公演前にちょっとちょろっとちょっと覗きに行こうかな。なかったらちょっとどうしようって感じなんですけど、あったら一旦こう欲しいなみたいな。それで今日メールに書いたんですけど、なんかちいかわ食べ物いっぱいなんかみたいなやつ、なんたら3みたいなやつ、つーかをガチャガチャしたらモモンガじゃなくてちいかわが出たんですけど、私あんまりちいかわはちょっと得意じゃないので、明日もみやびにあげようと思います。モモンガ欲しい。天神のちいかわランドかな、いや、じゃなかった気がする。ということで食べます。タラタタタタ、あ、その時のやれば、あ、ちぎっちゃったよ。よいしょ、グミ、グミをまず。かわいいね、グミこれ。ソーダ味。あ、カード見っけ。あ、鎧さんと、鎧さんとシーサーです。ひじりですね。すごい。これキラキラは関係ないの。なんかキラキラしてるのこれ。あんまみんなには見えないと思うけど、でも仲良しカードかなこれは。レアではないと思う、でも思ったより。でもキラキラはしてる。かわいい。グミの形も12種類あるんだ。じゃあちょっともう一個開けちゃおう。まあ6個ぐらいだと食べれるやろ今。同じカード持ってる。マジ集めてんの？なんかこれで好きなカードがあったら、ちょっと携帯のさケース変えて裏に挟んじゃおうかなって。あ、待って、モモンガいる。ほら真ん中、これモモンガ、これ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 。まあこいつ結構悪いやつなんですけど、ほんと悪いやつというか性格が超絶悪いやつなんですけど、あのモモンガガチ性格悪いんですよ。カードはじゃじゃん、じゃーん、モモンガじゃん、かわいい、かわいい、やったん、引き強いじゃん、かわいい、泣き声かわいい、キャラクターが、え、これ、あ、待って、レア、あ、でもレアこんなキラキラじゃないか、ハイパーレアとかあるしよ、調べてみよう、どんだけキラキラなんやろ。ちいかわ、ちいかわコレクションカード組、でも門がガチ少ないんですよ本当に。なんていうの、あんまりこう一番主なキャラとかではないので。メルカリに出品されてる。メルカリにある。あー、でもメルカリの見た感じ、モンガ 1,2 個しかないな。でももう一個のモンガ可愛いな。なんかほんとそれの1枚を引いたって感じだね。あの子可愛いんだよね、あの子。あの子っていうのがこの後ろにでっかいモフモフなんですけど、まあこれ言っちゃえばチーカーの敵なんで、チーカーたちを食べるやつなんですけど。石竹さんいいね、ありがとうございます。モモンガはレアかな、これレアなの、やった。え、待って、これがいい、え、待って、え、これも出るの、
ティーカーコレクションカード組3だよねこれ。え待ってめっちゃ怖いのあるんだけど、えこれ本当にあるのかな。え見てちょっと待ってよ、大丈夫かな。これのさ、これのほら下のこのモモンが欲しいんだけど、そのモモンガってモモンガってってか、そもそもチーカワって食べられちゃうんですよ。デカツヨとかなんかこう、まあこの間で言うあの子とかキメラ化するんですよ。あんま私もその詳しくはないんですけど、思ったより。わ第1弾のモンガも可愛い。第1弾のモンガいいな。いやでも第3弾のモンガのやつ欲しいんだけど、なんか誰か一覧とか載せてくれてないのかな。あの子はもっとちいかわ側でしょ。でもそれでもキメラか、なんていうの、なんていうんですか、なんで説明すればいいの。なんか何かの突然変が起こって、なんかこうちいかわを食べる側になっちゃうんですよ。あの子が出た、あ本当、え、やばい、モモンガの欲しいんだけど、このご飯食べてる可愛いモモンガの単独のやつ。私が多分今回出たのはキャラクターカードノーマルだね。もう一で、仲良しカードっていうのがさっきのその審査が出てるやつが仲良しカードで、モモンガがノーマルだね。ストーリーカード欲しい。ストーリーカードのモモンガが欲しいです。ボンビーちゃん100回目の方もありがとうございます。モモンガの中身デカ強。なんか意外となんか黒い世界というか大変な感じ。なんかあんな可愛い絵柄だけど全然可愛くない内容。そうなんかデカ強っていうのがいるんです。でかくて強いやつ、略してデカ強。まあそいつモモンガじゃなくて、あのなんていうの、チーカワたちを食べる存在なんですけど、そいつがそのもともとモモンガって別のやつだったんですけど、そのデカツヨがなんか入れ替わりかなんかのその機械でそのそいつの体乗っ取ったの。だから入れ替わっちゃったの中身、君の名みたいな感じよ。ハザンさん100回目のおめでとうございます。まあでも言うて別にこのねモモンガは主人公じゃないので、だから結局そのもともとモモンガの体だった人はいきなりモモンガみたいな可愛い見た目からデカ強っていうデカくて強い可愛くないのになっちゃったんですよ。かわいそうなの。だからモモンガは中身がデカ強なんです。だからあんま良くない。体を返せって言われてるけど全然返してあげない最悪なやつなんです。ということでグミ食べています。美味しかった。これ明日も買おう。なんか意外とムニムニ系というかなんていうの、ちいかわ、うん、うん、結構好きな感じかも。私そもそもソーダ味のグミ好きなんだよね。モモンガと仲良くしてる古本屋ちゃん、え、あれカニじゃないの。お仕事してきます。いってら。なんかさんありがとう、ありがとうございます。あ、そう、いややだやだがモモンガのセリフ決めゼリフみたいなもん。
うん、美味しいなこれ。目にカニ爪みたいのつけてるのよ。え、だからあれでしょ、一応古本屋さん結局最終的にはカニだったでしょ。カニじゃないんだけど、カニって呼ばれてるよ。うまいでやんす。あれ思い出す、なんかアンパンマングミみたいになるじゃん。もし自信をなくしてくじけそうになったらいいことだけ、いいことだけ思い出せ。かわいそう、食べたくない。でもしゃあない、食べる思んが。バイバイ。うん、ペロリンチョでやんしたね。そうでやんすね。誰、変なやつらが、変なやつらがおるかこのルームに。若干2名。うん、うまいです、うまいでやんす。 BB さん、かわいい、ありがとうございます。誰、本当に誰、うまいでやんす。寒い、ツイッター載せよっと。いやでもこうやって眠くなりそうな時にツイッター載せちゃうとさ、もしくは眠くなっちゃった時がダメじゃん。ね、何を言ってんだって感じですけど。パジャマでドライブ。なんか栗山里奈で古川さんがあのマルさん生誕の乗せてくれてたからエゴさしたらすごい楽しそうな、なんかふわーみたいなの出てきた。まこちゃさん、100回目の方もありがとうございます。ふわーみたいなセルフィーが出てきちゃった。作ったのかも、たったたんのとこがある、写真。あ、いやん、古川さんオープニングの可愛い衣装のやつ載せてくれてる、優しい。この黄色い水玉模様の衣装がジュキ。かゆいかゆい。クリナでエゴさせたら、クリナもカネトラ行くんだって書いてる。クリナもカネトラ行くよ。でも量が多くて毎回うーってなりながら最後ほんとギリギリで胃に収まるか収まらないぐらいの量で頑張ってるので、
なかなか行けない。本当にお腹めっちゃ空いてる時ですらもうそうなるから、マジで空いてる時しか行けない。やばい、マジで眉毛が見えてる。コースじゃないってダメだ。達也さん200回目のもありがとうございます。7月ホームでお待ちしてます。サポーターさんですか。あれなんですよね、そんなにサポーターさんになんかこう伝えるほどの権力はないんですよ。配信中眠たいです。113今日何11312。ゆうちゃん前髪切りすぎて、私切りすぎてないんですけど、なんかめちゃめちゃ短いんですよ。なんで。中地さん、カーネーションありがとうございます。1131か、ありがとう。あなたのわがまま聞いてしまう魔法にかかった、マリモネまずまでのマスアクセル踏みスピード出してパパに叱られる、道を走るいけない夜明けまずまでのマス車の中二人の世界もしも着替えてたらこんな風にドキドキしなかったでしょうね。てちゃんさん可愛い、ありがとうございます。あれ方マジで服じゃないんやから。ポニーテールで頭皮がそれは絶対ある。いや今日髪型何しようかなって思って、メイクさんに今日何したいですかね、初めてパジャドラするんですよねって言ったら、ポニーテールでいいんじゃない、リボンでしょって言われて、初牛さん可愛い、ありがとうございます。あの靴って重いの全く重くない、超軽い。なんならココテンのアンコールの靴が一番重いから、正直他の声の靴なら気になんない。頭痛くなりますか。私はあんまなんないんだよね。結構メンバー頭痛いっていう人多いんだけど、あ、うるさいよ。あんまり私感じたことないかも、そんな。あ、もうまたうるさいね。まあ一番衣装の靴で重たいの絶対あれだと思う、あのクラクションの衣装だと思う。セットリストのデモ、なんだそれ。デモデモってこと？あ、そうだ、さっきコメントでデモデモは誰とやりたいって来てたけど、誰かな。うん、まあ、イオリとはいつか一回はやりたいなとは思ってますけど、まあでもその制覇するときに誰とやりたいか、誰かな。別にそんなにこだわりは。クラクション衣装はめちゃくちゃ熱いです。でもあの衣装好き、私。僕の桜でユイナがリナちゃんと手をつなぐかつながないか迷ってたの。嘘。あー、そこ、まあ、背中がのとこ。わあ、それ言ってくれたってなれたのに。リノちゃんとか、あ、確かにリノもやったことあるか。でもリノが多分やったのって、あれ卒業を控えたその若菜の、なんていうの、その限定っていう言い方あれだけど、
まあ、YouTube 特例みたいなもんなんですよ。だからそうなってくるとリノが多分また全体ポジも覚えなきゃいけなくなっちゃうから、多分そしたらリノちゃんは嫌がるんじゃないかしら。これの写真ポーズリノちゃん考えれない、ピラちゃんえとか言ってご規制怖って。え、そう、どういうこと、どっちの衣装行きたい、どっちも変わらんどっちも変わらん、あれは正直。先輩限定なら誰、まあでもファンの人が喜ぶなら多分ねねさんとやって喜ぶだろうなって思う。ずっと手チラ見してた、あ、そうなの、全然してくれてもよかったのに、多分びっくりはするだろうけど、おうってなると思う。ねちゃんと一緒って喜んでてください、じゃあ言っといてくださいリノに、あのねちゃんのパジャドラユニット制覇の時のデモデモ一緒にしてるところを見たいから、あの全体ポジ覚えてあげてって、あの私が言ったわけじゃないですか、これあの皆さんが見たいって言ったから言ってねって言ってるだけですからね。私はまだ誰とは言ってませんから、誰とやりたいと。ピナとの公演の思い出とかは、ピナとの公演の思い出は真っ赤なアンブレラを初めて披露した時のノーパラかなかなんかの時に、私とヒナは出れてなくて、その前あの本編に確かその時確か初めてそのノーパラから真っ赤なアンブレラを披露し始めたのかなだった気がするんだけど、その時本編に出てなかったのが私とヒナだったんですよ。その時あの14人で12人公演だったから、でそれで裏でめっちゃ待機して話してたのを覚えてる。まあ、そんななんか別に深い話をめっちゃしたわけではないけど、今ほどこう深い話もまだできる年齢じゃなかったから、でもなんか2人で待ってたなっていうか、裏で準備してアンコールの最後の T シャツと短パンの衣装着てなんか裏で待ってたなっていうのを思い出した。めっちゃ今神奈川健さん100回目の方ありがとうございます。その公演見に行ってた気がする。本当？そうで、なんかまた真っ赤なブレラ披露したいと思います、じゃあなのでなんか2人も出てきてくださいみたいなで感じで2人でちょこちょこって出てって、アンブレラやった記憶があるんだよね。そんな記憶がある。20日パジドラ、パジャカリノちゃん、リノちゃん、ピナちゃん、天使を期待します。5期生だけの天使ってあったっけ今のとこ。まだないよね。あ、なんていうの、その私が天使しぼやり始めて、私でも最近あれだよね、ジャンヌ多いよね結構基本的に。まあジャンヌが元ポジですから。でもやっぱ前髪がなんか変になっちゃった。その12人やる選抜、いや14人5期生がいて、研究生公演で12人でやってたんですよ。やっぱ誰かが仕事で出れない時とか急遽その体調不良で出れなくなった時に14人公演だと埋められなくなっちゃうからポジション、だから12人でやってて、たまたまそのなんかでも初期の頃は私と伊織が同じポジションで、あのひなと工藤遥か、卒業しちゃった工藤遥ちゃんが同じポジションだったんです。だから大体その4人のうちのその2人が公演出れなくてみたいなっていう感じだったの。選抜とはまた別なんだけどって感じ。ポジションかぶりがそこの4人2組しかなくて、それで出れなかったって感じで、毎回出れないわけじゃなくて、そのどの組み合わせになるか分かんないけど出れないとか出るとかがあったの。あんたの話そう、うちの話。最初に純情主義勝ちやってないですよね。
初日はね、アンダーね、びっくりした、あんたの話いいからね突然のギャル出てきたかと思った。そうそうそう、初日は14人っていうか、その被ってるメンバーが前半曲出るメンバーと中盤曲と後半を出るメンバーみたいなので分かれて、一応14人出たけど、そのせいでフル出演じゃないから、4人はそうだから、その4人だけフル出演というあれにはならなかった。でもそのユニットは一応みんな出たからって感じ。まだいないじゃん。嘘、そうなの？5期生のオペラアンコールメドレーのあれが嫌でした。私、シンデレラは騙されないっていう曲があるんですけど、真ん中の何人かだけ歌って、だから12人だから6人、6人だけ歌って、6人だけ本当に一言も歌わせてくれないんですよ、あの曲。もうずっと本当にバックダンサーじゃないけど、あのずっとそういう振りなんですよ。そういう曲なんだから仕方ないのは分かってるんですけど、マジマイク1ミリも当てないんですよ、その曲の時だけ。もうずっと横で踊ってるだけみたいな。俺言ってたっけ、ちょっと待ってよ、どっちだったっけ、頭の俺は言ってなかった気がするな、うん、いや言ってない気がする、多分歌詞覚えなくていいとか楽じゃん。でもカメラにも本当にほとんど映らないんですよ。たまにちょろっと映されるぐらいですよ。嫌じゃない？その3センターの許可違います。それはなんだっけ、それは違います。騙されないじゃないやつです。シンデレラなんていないじゃなかったっけ。ノーパラしてないユニットは骨骨と泣きほほです。生誕でやりたかったんですけど、曲が降りずできませんでした。ほね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 、青春ガールズは全く分かんないな。しか分からん。ペガサス、あーペガサスは確かにやりたいかも。あの時よりはダンス上手くなってるはずだから、今の方ゆうこの亡霊です。あーそうなんだ、私も島さん大好きだった。ふねふねもしやれば、今でしょ、今骨骨誰かと一緒にやるのきつない。家の中をよく見てごらん、柱があるよね。もうだって踊れてたもん今、あれあれ、いいなって、骨骨もう地獄絵図やんけ。そんなリナが、そんならもう4人でさせとけばええやんけ、カルテットで。なりので骨骨散々なことになるぞ。きつないの正直さ、いやきついでしょ、私が骨骨今やってたら。私が踊れるか踊れないか問題じゃなくて、ファンの人が求めてなさすぎるでしょ。コンタクト取ろう、目カピカピ。コンタクト最近めっちゃ下手なんですよ、取れないの。あれどこ行った、まだいるわ。
右だけ外そうかな。右だけなら全然あれだし、私カラコンじゃないし。5期生も年の差あると思うけど、いつ頃から同期で、なんですかね。でも年の差別に感じないって言われたらそれは嘘ですけど、毎回。まあでも別に話すのは年の差、でも感じるっちゃ感じるかも。若えなって思う。たまに。礼行きましょうか。分からん。4月3日スタート、花が咲いたらさ、行こうラスカン。ゆちゃんが割と大人ですからね。あ、そうですよ。私が結構顔が大人。コピさんもレモン、レモンはまあ別に全然できるかも。あの衣装着れる。赤の衣装着みたいな、あれの。私あれ出たいんだけど、目撃者のあのなんだっけ、ミニスカートの妖精、あれ出たいんですけど。だって私チームメイトだったら自分の生誕であれやりたいもん。ラスカル、うちのママがラスカルめっちゃ好き。ネクストスター寄せ出たよ、あれ。でもベレー帽嫌いだからかぶりたくない。ミニスカートで妖精に変身して、オーディションを受けてみ、レッスンを頑張る。ちょっと合ってるか分かんないけど、これ歌。よかったバリね、姉ちゃんの隣のひじりのターンが、ひじマジでうまいのよ、ターン。すごい上手やん。同期か仲いい方の卒業公演があった時に出ちゃいますか。そこで明日は何の髪型をしようかな。
全然ある子なんてない子やん、わかんない。それはわかんない。海が見えるレストランから駐車場までの歩を、どれもいい明日の天気予想したりして、いつもとメイク違いますか？一緒です。1日2回公演、2公演入ると楽しさも半端ないけど疲れと眠気も半端ない。ダメだよそれで寝たら。寝たら寂しいぜ、さすがに。ここ点すべてを詰め込んだ公演って言ってるから全然があるも欲しかったですね。まあね、まあでも別にグループの曲をするのもワンチャンね。これ寝てる人とかノーパラの時いました。でマネージャーさんにめっちゃ怒られたじゃないけど、みんなで反省会でなんかもっと楽しい公演にしないとダメだよみたいなをちょっと怒り気味で言われました。アビタッカさん300回目のもありがとうございます。そうだよ、みんなが寝ると怒られるんだよ。楽しくないから寝るんだよって怒られるんです。本当にそうならちょっと何とも言えないですけど。なちゃんのご機嫌派の歌好き、歌っちゃうんだよね癖で。タタ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 。初めてやりました、この4ポジ目にしてマーメイド、ご機嫌斜めのマーメイド最後アウトロのダンスを2個目のやつになりました。いつもはこうスキップする方なんです。タタ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 のスキップする。今日はこっちになりました。タタタタ。徹夜処理した後に公園行って落ちかけてやむなく出てた。あ、そうなの。限界来るときある。まあね、でもしゃあないっちゃしゃあないんですけどね。貴重で寝たく、寝たくがいいです。まあしゃあないですよね。眠たい今日は。正直メイクだけ落として寝たい気持ち 500%。 でも歯磨きして矯正もつけなきゃいけない。私でもコーヒー飲んでもダメってのが分かった。ちょっとマジでお前になるの無理なんだけど本当に。やだ、なんで今日切ってないのに。この前は大丈夫だったのに。ちょっと高さを変えようかな。これの奥見てコーンローみたいになった。砂糖入ってた。あ、砂糖入ってるのダメなの。
テレビのニュースで。いい感じ。箱根の家庭料理のちゃんのキラキラキラのとこが好きです。ほんとキラキラキラ気づいた気持ち恋愛ほの意外に痛い。いや痛いでしょ絶対。意外とかじゃん絶対痛いよ。眠いのか振られてるのか全く。楽しかった、それは良かったです。でも今日ガチ緊張しすぎて、なんか本当にずっと緊張してたの。寝てないからもあるのかな。もはやなんか緊張じゃなくてもう動悸なんじゃないかと思って、途中から心臓のファンの人の顔あんま見れなかったもん。ほっとしてよく眠れそう。いやー寝れると思う。ぐっすりよ、ぐっすり寝れそうです。タンタタタタンタタ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 ン。部屋のガラス窓に小石が当たる音。パシャパシャドライブ月明かりを見ちゃないに。こんな時間からどこへ行くの。秘密のデートパジャマで多いんだ信じられない。こんな格好のまま連れ出されて私はどうすればいいの。それにキュウリ引っ張って遊んで、あそこはね遊んでた明日も楽しみです。明日ココテンだね。まあでもココテンはね割とそんななんか変化もなくって感じなんだ。ポジションに大げさというか大きな。寝てないと自律神経ない。そういうこと？自律神経の乱れ？チーカーグミ食べようと。あれじゃないの、レジンじゃないの。最近やってないんだよレジンね。あーかわいい。でも最近レジンやってないのよ。ポジション変わると一番大事なのは移動不入れ。パジャドラは立ち位置かも。混ざる、マジで混ざる立ち位置が。まあでもだからユニットが一番大変かも。新しいユニットとか今回は結局パジャドラがやっぱ一番。パジャマドライブユニットの方のパジャドラがもうこれ紛らわしいんだよ。これ紛らわしいの言いづらい。そうが一番やっぱ覚えるのは大変だったから。テテ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 タンタンタン。あのねパジャドラのねイントロのね音が本当に取りづらいんですよ。どこで音取ってるか正直わかんないぐらい。そう一応私も音聞いてその音に合わせて振りをしようと思ってもね、どこでどの音でそれを踊ってんだろうっていうぐらい本当にわかんないのイントロ。お酒に寝る人おやすみおやすみ。だからそれが全然その合わなくて最初リハの時もちょっと本番も一瞬緊張しすぎて間違えたんですけどちょっとだけなんだけどまあでもリハよりは全然できたので。流星さんありがとうございます。もしも着替えてたらこんな風にドキドキしなかったでしょ。ジッパー来た？
この日のみんなの体の調子あんま良くないかも。ちょっとデブかも。ほらなんかちょっとポチャってる。最近マジポチャ。クリックないのでしょうか。いや、あの入りの音のクリックはクリックあれはなくても、あのチャンチャンチャンみたいな音で始まるからそれは全然大丈夫なんだけど、そのダンスの曲中のクリックはもちろんないんですよ。曲始まっちゃえば。そうだから取れなくて、どうしても音がポチャコと恐れ。そうなんだ、ポチャコと恐れですね。ポチャという点では、じゃエミリーさんが細すぎんのよ。イオリも細いし、それが困ってる。エミリーさん本当に細すぎる。いい加減にしてほしいぐらい細い。顔も可愛いしさ、スタイルもいいって、もうチートじゃね。そんなんチートですやん。私も衣装のとこのウエストもうちょっとちっちゃくしてもらおうかな。これ以上するのかなりきつくね。なかなかね、大変ですけど、まあ食べなきゃ落ちるんで、正直。その時は食べなきゃ。エミリーさんに大量のカフェイン。確かに。私が痩せるんじゃなくて、エミリーさんを太らせればいいんだ。カフェオレいっぱい持っていこう。うん、ルラが14キロ出した。あ、言ってたらしいね。14キロも頑張ったけど、あの子もうちょ、あの子頑張りすぎよ。でもね、そんだけ頑張ったんだから、ちょっとぐらいお菓子食べちゃっても大丈夫だよって言って、まあだからこそスタバのあれをあげたんですけど、誕生日に。私落ちるとき、あ、でも本当に食べなかったときは4キロ落ちた、1週間で。いや無理だよ。ホットサンドメーカーっていうものをファンの方にプレゼントしてもらった以上、私はもう痩せるの無理だよ。ホットサンド美味しいんだもん。すげえホットサンドうまいんだもん。無理だよ、痩せるなんてできない。あ、そうそう、グラビアの時あれ充電が 18% かな。あれなんでだ、はあ、充電できてないやんけ。おいおいおい、ギリギリにしよう。でも私食べてる量にしては増えない方だと思うんですよね、体重。多分っていうか思った感じ。だって食べる、本当に食べる日はマジでめちゃくちゃ食べてますけど、あんま増えないので、大幅には。確かにその食べた後はその分増えてるけど、次の日別にそんなに、ちょっとむくんでたとしてもそんなになんか別にえやばーとはなんないから。昨日会社の会で毎晩30本完食したが意外と。おバカなの、何やって、なんで30本食べたの、なんで。普通に食べたかった的なやつだとしたら君はアホだ。賞味期限とかだったら、まあ SDGs に優しいとして良いけど、
でも2週間前の食事が今の自分の体型って言いますから、やばいね。私めっちゃ食べてるわ2週間前とか。いたずらっぽいその眼差し許してしまう、パジャマのままでもでもオッケー。私今日食べたのは朝は食べずに行って、朝食べてないわ。で公園前のそのお弁当でやっとお昼11時半とかぐらいにちょっとだけ親子丼食べました。ほっともっとのカズさん100回目の方もありがとうございます。でなんだろう、ちょっと半分も食べれなかったから食べてなくて、ちょっとつまませてもらったぐらいだから。でその後終わってひなと一緒にパスタと五右衛門でパスタ食べまして、でその後スタバ飲んで帰ってきてからさっきの夜ご飯だね、ホットサンドとグミかな。ウェモンとピエトロ好きだし、2週間前はマジで覚えてないけど食べてた記憶がいっぱい。朝がっつりって昼抜く、いや今日の朝は正直抜く抜かないとかじゃなく、そんな暇がなかった。あのもうさっさとあの事務所に行って練習をしたいの一心で、朝めちゃくちゃ早かったし、コンビニも寄る時間もないぐらい急いでたから。朝最近のバナナいいよこの前から私配信中にバナナ食べるといいですよしか言ってないよね。でもなんかバナナ食べた次の日はむくみがない気がするんです。バナナに絶対的信頼を置いてますから。ジョリーパスタ一回だけ行ったことあるよ。ケンシロウさん100回目のおめでとうございます。食欲なくてあんま食べない気ある？ない、私あんまりない。食欲なくなることそんなないかも。毎朝バナナ食べてる。バナナなんかいいらしいよね。ゴエモン展示やソラリアプラザのあれだよ、映画館の階にあるよ。私も着替えてたらこんな風にドキドキしなかったでしょう。まだお通じもなくなる。何言ってんの、私アイドルだからお通じって何のことかわかんない。眠いぜ。ヨーグルトバナナ入れるの好き。あー美味しいね確かに。ねちもそのよりな、なお手洗いっていう言葉知らないアイドルだから、言葉は知ってるけど意味わかんない。ちょっとわかんない。眠い。バナナジュースはねあんま好きじゃないんだよ、得意じゃない。ジョリーパスタ2人で1万円分だ。私マジでやってみたい YouTube の企画みたいなの。
お寿司1万円食べきるまで帰れません動画。でもさ、お店の人からしたらもう迷惑じゃないですか、邪魔じゃん。あ、待って、やばい、倉野奈美さんがハーフツインテールやってる、ガチ可愛いんだ。え、しかも黒髪になってんじゃん。やばい、ハーフツインテールしてる、かわいい。なにこの人、かわいすぎるんですけど。でも同じ爪の色にしようかな。笑わないし、違う、回転寿司だよ、回転寿司のためのしかも安い回転寿司。完璧。天才的なアイドル様。眠たい、寝ようかな。カッパ巻きオンリーで、そして私がご飯担当で、ゆりがきゅうり担当になっちゃうからダメだよ。うん、眠れ眠れじゃないよ、バチバチに眠たいです。寝ようかな。この突然になの二重幅が広くなったでしょ、右目の。これ私の眠い時のサインです。私眠たいと二重幅が広がります、目落ちてくるから。よし、寝ます。今日文字が動くマスクつけてた。あー、ちょこちょこ来てるよね、公園。寝ます。ちょっとは一旦歯磨きをする。大吉寿司はすぐ1万円いっちゃいそう。ブリハマチさん、ありがとう、ありがとうございます。13位曲さん、ありがとうございます。12バクタンさん、ありがとうございます。11位トーアンさん、ありがとうございます。11位ケロクニさん、ありがとうございます。9位ションションさん、ありがとうございます。幸ユリカさん、ありがとうございます。7位ジシノクさん、ありがとうございます。6位ショウさん、ありがとうございます。5位アタリさん、ありがとうございます。4位スミさん、ありがとうございます。3位ビビさん、ありがとうございます。2位テンテコちゃん、ありがとうございます。1位鉄牛さん、ありがとうございます。タカさん、てっちゃんさん、ケロックニさん、ありがとう、ありがとうございます。グッチーさん、アジシノクさん、お疲れ、ありがとうございます。チュンちゃん、ありがとう、ありがとうございます。スプッチンさん、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ皆様おやすみ。チョクさん、お疲れ、ありがとう。ユレ君も、お疲れ、ありがとうございます。明日はここ店ですのでよろしくお願いします。見てね。あ、眠い。のどかさん、神崎正和さん、かわいい、ありがとうございます。じゃあみんな、おやすみなさい。また。